どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。毎週日曜日はガズギターということでギター教室やってるんですけど、普段はねガゼレレと言って日々、ウクレレの簡単レッスン動画公開中なんですけど、今日日曜日なんですけど、今日私どこにいるかというと、ベトナムホーチミンにあるジーラボウクレレ工場に来ております。で、事務所なんですけど、こんな風に段ボールが山積みになっておって、日本中の皆様にジーラボのウクレレをお届けするね、ところのこの工場に潜入してるんですけど、今日ねガズギターでちょっと一個すごい、とっておきのお知らせがあります。日曜日でね、ちょっとギターレッスンはさすがにベトナムではちょっと難しいと思ってたんですけど、なんと皆さん、ただいま開発しているのがガズギターのギターを開発してます。それを開発しているのはここに今から登場するモジャ君です。モジャ川上君とちょっと来てください。まあまあせっかく、まあ僕は私のお客さんですけどね。まあまあ座ってください。汚いとこですけど、いやいやそんなことない。いやいや、あ、これギターです。これはちょっと2人でアイデアを出しまくって開発しているギター、ね、なんかちょっと説明を。まあ、最初ガズさんの方から、薄ギターがいいと、薄レレの、うん、まあ、ウクレレでやってる、薄レレ、うちでやってるのと同じ感じの、まあ、ギターが欲しいということから、ちょっとなんかコンパクトに見えるっていうことですね。で、やっぱそのモバイル感を出したいっていう話なんで、小さいです。そもそもギターの中でもかなり小さい部類、まあ、でも小さいけど、まあ、ギターレレみたいにその、キーが D ではないので、そう、チューニングがレギュラーチューニングだよっていうことは、やっぱちょっとね、ちっちゃいとね、チューニングの強い変わるギターって多いんですけど、で、一応ね、今日これ完成まだいってないんだけど、弦が張ってないんですけど、弦がね、こだわりがあるというか、まず最初の段階のお試しとしては、この鉄弦を使わずにナイロン弦だけでちょっとやってみようということですね。そうですね、最初のこの、そのうちの工場はまだウクレレでナイロン弦に特化してるっていうのもあるので、まずナイロン弦から開発するのが一番早いと。一回やってみて、それで、これもしかしたらその鉄弦にゴアアップするってことも。そういうことも考えてますね、将来的に。というわけで、まず、これここまでのプロトタイプというかサンプルが出来上がっていたということで、嬉しいことにガズギターでこれ報告をさせていただく。これ斬新なネックジョイントなんですよね。そう、このサンプル段階では。そう。そうだ。まだこれ分かんないけど、今のところ、はい、ちょっと分からないですけど。これ、どういう、ちょっとマニアックな話ですけど、このボディとネックをつなぐのが、本当はセットネックって言って、こう、ボンドでね、ガチッとこう、組み込むのが一般的なんですけど、これはね、ちょっと革新的な、何でしたっけ？ボルトオンですね。ボルトオンネックっていうやつがあるんですけど、それも普通のね、いわゆるエレキギターのボルトオンとはまた違うですね。違いますね。すごくこう、いい感じのネックジョイントをちょっと今、試しにやっているということで、その辺もちょっとどうなることか。まあ、ギター開発もちょっとね、進めていく、で、最中なんですよ、実は。これ皆さん、めちゃくちゃいいですよ、多分。多分、まだちょっと、早く弾いてみたいっていうのはあるんだけど、まあ、じっくりね、ちょっと開発していっていただこうかな。サイズ感も悪くないですよね。いや、もうすごいいいよ。なんか、良くない？この感じ。すごくなんかこう、もう薄いからね、この抱きかかえ感がすごくいいよというと。多分ですけど、ナイロンなので、低音もちゃんと出ると思うんです。なるほどね。これは鉄弦になると、音がチャッチくなる可能性が。ああ、逆にか。難しい。そうか。まあ、その辺をちょっと、開発を楽しみにしておいてください。ということで、今日のガズギターは、このギターの紹介。なんていうギターにしよう。それこそその名もガズギターなのかしら。まあ、とにかくちょっと、いいでしょう。ウクレレのメーカーだと思いきや、もともともモジャ川上さんはもう高峰でね、もう長年修行というか、まあ職人さんをやっておられて、ギターはもうバンバン作ってたもんね。そうですね、もともとギターですから、やっぱり、まあ僕ももともとギターやってたと思いますし、これを開発して、これは楽しみだなということで、今日はご報告動画になっております。で、まあこのガズギターですけど、毎週日曜日やってるんだけど、結構なね、レッスン課題曲もやってて、世界一簡単革新的なギター教室ですからね、やってみたい方、概要欄始め方の URL 貼っときます。で、ウクレレでね、ギターをいきなり始めるのもいいけど、ウクレレで最初始めるのもかなりおすすめしてるんで、ガズレレで簡単にウクレレもね、やりながらだと、さらに楽しめるかなというふうに思います。ギターもウクレレもいい楽器を作るんですよ。Gラボ、ぜひの。チェックの方よろしくお願いしますということでございます。はい、そしたらね、僕らはベトナムにはいるんだけれども、これ動画撮ってるの19日だからね、19日今日のだから夜中に日本の飛行機に乗るわ日本の飛行機に乗って最終日に今おるわけでございます。ということで日本でまた帰りますよということで、皆さん楽しい日曜日を過ごしください。さよなら。ベトナムからお届けしました。バイバイ。